どうもこんにちは、ケンです。ですね、オーストラリア一周するという動画を投稿して早2週間3週間経ったのかな。オーストラリア一周するためにいろいろな道具を今揃えてるんですけど、ナビを買いました、中国から。それがこちらですね。じゃじゃん、見えるかな。あ、見えた。そのサイトには2つあって、1つはそのオーストラリアのマップが入ってるよって、でもう1つはアメリカのマップが入ってるよって。でちゃんとオーストラリアのマップが入ってるやつを選んだんですけど、見てください、このナビゲーションのアプリを起動しますね。いや、 GPS の位置情報はつかむんですけど、はい、こんな感じこれは多分オーストラリアですね。多分こうやってずっと広くしていくと、ドドンとオーストラリアの大陸が出てくるんですよ。けどオーストラリアのその位置な、ちゃんとしたマップが入ってないんですよ、これ。やられましたよ。でなんかヨーロッパはなんか最初から全部入ってるらしくて、ヨーロッパの適当なこういう国にこうやっていくと、あれ、そうそう、ほら入ってるんですよ、ちゃんとヨーロッパの マップは入ってて、こうやって。そのくせにオーストラリアはあれ入ってないんですよ、マップ。いい、意味わかんないでしょやられたよ。意味わかんないでしょ、これ。オーストラリアでしょ、この辺シドニーでしょ、この辺が。でズームしていくと、もうこのオーストラリアっていう、こうでかい大陸、ここまではちゃんとしたあの何こういうのがあるけど、ここから先はもう全部緑、何も入ってないです、位置情報が。やられた。なんです。でまあその中国の買ったサイトに連絡して、オーストラリアのマップが入ってないよって連絡したんですけど、2日間待ってって言われて、もう3日目4日目ぐらい、4日経ったもん、全然来ない返事。まあぶっちゃけね、オーストラリアで40ドルぐらいやったけん、まあいいんやけどさ。でもまあそこはね、これをまあ何どうするかっていう話なんやけど、直しましたよ、自分で直しましたっていうか、まあ要するにオーストラリアのデータがないんで、オーストラリアのデータをどうにかゲットさえすれば直るっていうこと分かってたんで、まあこのですね、このアイゴプリミオかな、プリモ、このソフトのオーストラリアのデータをゲットしてインストールしました。ちょっと待ってくださいね。もう中国から買うからこんな風になるんですよ。はい、こんな感じで SD カードにですね、オーストラリアのデータを入れて、ここ SD カード入れるとこがあるんですよ。 USB で充電して、 SD カード、イヤホンジャック、電源って感じです。SD カードにオーストラリアのデータを入れて、でナビ自体、ナビはですね、なんか Windows CE っていう OS が入ってます。でちょっとなんか Windows っぽいんですよね。 Windows っぽいっていうか Windows の画面で、ちゃんと使い方は一緒ですね。でナビ、ナビじゃない SD カードから今本体の方にオーストラリアのデータをコピーしてます。これでいけます。でいけた。もうこのナビのデータをゲットするのにもすっごい手間かかったし、勘弁してほしいわ。もう XT225 これでオーストラリア一周します。準備中ですね、ただいま。終わった。で一回電源を切って、電源をつけます。メディアテック、メディアテックって CPU の会社だっけ、忘れた。はい、でナビを開きますと、 SD カードからオーストラリアのデータを本体に移して、その後に起動しました。はい、来ましたね。はいはいはい、 OK です。今ブリスベンってとこにいるんですけど、ブリスベンの地図が出てますね、詳しい地図が。こんな感じです。おー、
中国から買うからこうなるんですよ。こんな感じかな。これで見えるかな。はい、ブリスベン、広いオーストラリア。こうか。ちゃんとシドニーとかの位置情報もあると思います。シドニーがどこら辺か分からんけど、ここら辺やろ、分からん。まあでもこれでとりあえずオーストラリアのマップで、スマートフォンでもいけるじゃないですか全然。でもスマートフォンはね、ナビ代わりにしたくないんですよ。まあ、Google マップで便利かもしれないですけど、やっぱ電池容量も食うし、まあその降りるときにいちいち取り外すのもめんどくさいと。まあこれもね、取られるっちゃ取られるんですけど、まあ取られても40ドルだし、まあマップ、ナビはナビとして持ってた方が便利かなと思って買いました。まあほんと40ドルだしね。で、他にね、いろいろ中国のサイトで買ったのがあるんですね。ちょっとそれをご紹介します。これスピーカー。で、これ本体。これリモコンですね。この赤と黒の線があるんです。見えるかな？赤と黒の線をバッテリーに直接接続して、これが振動を検出するんですよ。この黒いやつが。振動を検出すると、まあ音が鳴るということですね。セキュリティです、セキュリティ。さっき試してみたんですけど、やばい、125デシベルの音、やばい。ちょっと今ここあのバッパーなんで試したい、どのくらいの大きさか試したいんですけど、音が大きすぎて試せれない。で次、エレン、ソーラーパネルに USB がついてますね。何にも書いてない、何にも書いてない。ただ本当に結構良くて、これあのさっきのナビ、ミスナビぐらいやったら充電できるんですよ。どうにかいい感じでつけれないかなと思ってね、ここら辺にこうつけれるかなと思って、こんな感じで、こんな感じでつけて、ここにナビ、ここにナビつけるんで、なんかいい感じにつけれるかなと思って。まあいいや。今日はですね、中国からナビを買ったけど、オーストラリアのマップが入ってなかったってことですね。40ドルだけど、まあ、なかなかいいマップだと思います。で、タッチパネルなんですけど、静電気式ではなくて、加圧式なんですよね。でも、バイク乗ってたらグローブをするんで、静電気式だと逆に、まあ、反応しづらいんですよ。まあ、一応、スマホをタッチできるグローブを使ってはいるんですけど、それでもやっぱり、反応しない時があるんで、まあ、ナビ、バイクのナビっていうなら加圧式の方がいいのかもしれないですね。まあこんな感じで着々とオーストラリア一周の準備を進めています。ということで、次回っていうかな、僕は今休みないんですよ。週7で働いてて、本当に休みがなくて、お金稼ぐためにもうバイク乗っていろんなブリスベンからゴールドコースだったりサンシャインコースっていうところに行きたいんですけど、いかんせん時間がなくて、今度は9月18日がね、の日曜日が休みなんで、その日にちょっとゴールドコースに行こうかと思ってます。で、オーストラリアの道だったりゴールドコースの雰囲気だったりっていうのを動画でお伝えするので、ぜひお待ちしていてください。ではまた。